各方面からお寄せいただきました電報およびメッセージは記念式典会場入り口右側に謹んで掲示いたしております。どうぞご覧ください。千羽鶴の合唱です。この曲は被爆50周年の記念合唱曲として制作されました。歌手は全国から募集し、その中から選ばれた千葉県の横山かなえさんの作品です。曲は長崎出身の作曲家大島みちるさんに作っていただきました。本日は大島みちるさんの母校純真女子高等学校の1年生、2年生の皆さんに歌っていただきます。指揮は純真女子高等学校の松本佳代子先生。伴奏は今日の式典の進行に従って曲を演奏していただいている内田誠さんです。
今日の長崎平和宣言を長崎市民の願いとし、私たちは新たな気持ちで世界恒久平和の実現に努力していきたいと思います。参列者の皆様、式典の進行にご協力いただきありがとうございました。これをもちまして、被爆66周年長崎原爆者慰霊平和記念式典を終了いたします。